か天然温泉があるっていうので見つかるかわかんないけど、はい、探してみようと思います。オラチリで車を買って南米を無期限でバンライフしているケント直子です。今回はチリのパタゴニアを南下中。天然温泉を探しに行ったり何万年前の氷河へトレッキングに行きました。パタゴニア最難関の道を通るチャレンジもしました。南米パタゴニアでのバンライフの料理やのどかな景色を一緒に旅しに行きましょう。ハッサンライト今回旅するパタゴニアとは南アメリカ大陸の南緯40度以南の地域の総称。チリ側とアルゼンチン側に分かれます。チリ側には氷河時代に形成された氷河が50以上見られます。フィヨルドが広がる緑と山と水源に恵まれたあるがままの大自然を求めて毎年サイクリング、トレッキングやカヌーなどアウトドア好きが世界中から集まります。ベストシーズンは11月から3月頃だと言われています。今回私たちが通っているのはそのパタゴニアの中のカルテラ・アウストラルという1200キロ続く絶景ロード。車、自転車、ヒッチハイクなどで多くの人が手つかずの自然を求めてこの道をたどっています。今回は途中の町ラフンタ、プユワピ、パークナショナル、ラッキレッド、パタゴニア最難関の峠を越えて小屋池という町に向かっていきます。パタゴニアはすっきりと晴れている日が少なくて雨や霧の中をドライブする日も多かったです。ガソリンスタンドも山に囲まれた絶景、ヒッチハイクをしている人をよく見かけました。ハイキング中にチリ人の友達ができて車に遊びに来てくれました。あ、やっぱりそうやってつけるんだね。そうなんだ。あー、That's how she puts this. First time to do this. So, yeah. ずっとやりたかった、これ。あ、そうだね。ミチェラダ。ミチェラダ。ミチェラダ。これがチリのお酒です。イエーイ。今日はですね、雨なので栄養たっぷり。具沢山サバスープです。ペロちゃん来ちゃいました。ペロが食べたがってます。はい。があるので、ちょっと勉強しようと思います。これはね、トンプキンスのコンサベーションの本がありました。キャンプ場でもある。ここはカフェなんですけど、かわいいね。山小屋みたいだよ。行ってみましょう。美味しそうですけど、はい、食べていいですか。どうぞ。イエーイ、ゲットしました。ファーストパルテ、びっくりするな。ウールの毛布です。こんにちは。こんにちは。バカ？こいつもいっぱいいるね。It's a high-end bridge in here. Take the left side, crossing the bridge for the place, o sea, for Ventis Kerenuka. Oh, but it's a limit.プレミアムスタンプ。プレミアム。グラシアス。スタンプもらいました。優しいね。優しく。コガネムシとクワガタとカブトムシ足して3で割ったようなやつです。タコ干しながら。ケイちゃんでご飯どうですか。フラット国立公園でした。はい、このあの冬ワプイ、ここら辺は温泉が有名だから、あ
の温泉リゾートがあるんですけど、両方ともすごい3時間で5000円ぐらいして、それ高いので、地元の人に聞いたなんか天然温泉があるっていうので、見つかるかわかんないけど探してみようと思います。目印はマリア像か、干潮干潮の関係で干潮の方が暖かいですね。そもそも入れないってこともあるし、温度もその日によって違うっていうことだったので、見つけられるかっていうのが一つと、入った時の温泉の感じはどうなのかっていうのが、ね、探してみたいと思います。こちらが房総道路になったんだけど、海沿いの湖にどっかに温泉が湧いてるらしいんだけど、どこだろう。土砂崩れを持ってきそう。もしぶつかったらこの湖に落ちるんだね。ぽちゃん、今キリストがあったんですよ、ね、ちょっと一回歩いて戻ってみましょう。こんなとこです。絶対見つけられないよ、うん、これじゃない、キリストだよね。ちっちゃいのが目印なんじゃないかな。であればもうこの辺ってことだよね。キリスト目印にちょっと戻って、ね、下に覗き込むと見えるよって言われた、うん、覗き込めるような場所ではある。ここがね、こっちだと、こんなか。おお、バリエンテ、あー、グラシアス。ここだと、これ絶対気づかないね。ただの道の横の小道ですけど、なんかあった。車が2台止まってたから聞いてみたら、こっちだよと。行ってみましょう。おじさんさ、すごいほっぺたが赤かった。あ、ロープってこれだ。そう、なんて、なんかもう暖かかったけど、うん、今はもう冷たくなった。マジか、ダメだ。時間帯か、沸騰してるのは見えるな。これか、もうブクブクしてんだけど、うん、ここに足入れたらちょっと足先が暖かい。ちょっとブクブクはしてんだよね。これが自然の温泉。いやー、これ入ったら気持ちよかった。そうだね、ちょっとこの時間ではない。いやー、冷たいっすね。遅かったか。よけんじゃ、こう来てみる。はい、温泉をなんとか見つけることはできましたが、時間が遅く湖が満潮になってしまったため、暖かい温泉には間に合いませんでした。地元の人は暖かい時間も把握して入りに来ているので、さすがだなと思いました。山道が始まりました。ヘアピンカーブで一番ヤバいトラックが来ちゃいました。今バスも来てる。うっそ、ちょっとごめん、後ろ見えない。ヘアピンカーブですごい巨大トラックとバスが来ちゃいました。一番最悪な状況。ちょうど、いや、ぶつかんなくてよかった。今怖すぎるだろう。カルテラ、アウストラル、最難関コース抜けました。2回ほど命の危険を感じたけど、うん、そうだね、言葉通りのきつい道路でした。あちらのラファウルナイス。すごいね、頑張った後はご褒美の素晴らしい景色が。すごいよ、あと舗装された道が。はい、もう9時過ぎて今日も暗くなってきたので、今日はここで車中泊します。遠くにはグラシアも見えてます。で、グラベルロードの後はすごい車内が物がいっぱい落ちてる、ぐちゃぐちゃ。今日はこちらの食材で夜ご飯を作っていきたいと思います。ペペロンチンです。とサラダのステーキ。うまっ、ペペロンチンだ。モーニング。 This river is in between the Carretera Austral. You can get salmon and you can get trout. If you're lucky, you'll see some wildlife like the pudu and also some puma.
この日は快晴だったのでパタゴニアの山々が綺麗に見えました。ラゴベルデという小さな町で鳥の家族がそこら辺を歩いていました。ラゴベルデでサバ缶でサンドイッチを作りピクニック、思わず踊り出したくなるような美しい景色が広がっています。チリ側のパタゴニアで一番大きな町コヤイケに向かって進んでいきます。最高な景色が続いていくドライブ、本当に感動したのでまたいつかこの3つをドライブしに行きたいです。あまりにも美しい景色だったので今日は車を降りて目的地の車中泊スポットまで歩いていくことにしました。今日は小屋池に行こうと思っていたのですが、その前に美しい湖があったのでそこで車中泊することにしました。こちらはけんちゃんが描いた湖の絵画です。こちらの食材でチリの伝統料理カズエラを作っていきたいと思います。カズエラは煮込み用の土鍋という意味でポトフのような料理です。大きめの肉を人参、玉ねぎ、じゃがいも、セロリなどの野菜とクミン、ローリエとニンニク、塩で煮込みます。窓の外は美しい夕焼けが広がっていました。はい、チリのカズエラスープです。カツサラダも作りました。どうですか？美味しい、優しい味です。今日はこの絶景でですね、わあ、今日の朝ごはんはチリのカズエラスープとポテトサラダと焼きたてパンです。今日こそは小屋池に到着するぞと思って強い気持ちでドライブしていきます。そうすると途中で滝があったり大木のトレッキングコースがあったり釣り鉢があったりして、パタゴニアはアウトドアや自然の魅力的なスポットがたくさん、ついつい寄り道したくなっちゃいます。旅するだけでなくパタゴニアに住んでいろいろなトレッキングコースを歩いたり川で遊んだりしてアウトドア三昧の暮らしをしてみたいと思うほどでした。パタゴニアには地図にも載っていないような美しい場所にたくさん出会うので、バンライフで回れて本当に良かったと思っています。泊まった場所で毎朝目覚めたりピクニックできるのが毎回幸せでした。そろそろ小屋池をに向かってる道ですがどうですか？和風力発電、和風力発電、初めて見たね。すごいね、すごい。こっちも広大な景色が広がって、何がどうなってるかわからんの、すごすぎる。そしてついに目の前に小屋池の街を見下ろせる展望台に着きました。はい、こちらのミラドはね、さすがにスタッフはここに入れないので、情報はこちらのタイルでできた QR コードから読み取ってください。素晴らしいアイデアです。 QR コード大丈夫です。はい、でもね、タイル微妙に剥がれててね、読み取れない。みんちゃん、はい、ここは小屋池の釣り具屋さんで釣り竿を買いました。はい、ちょっと何個かさ、川沿いで、ね、すごい綺麗な川魚入れようって書いてあるのに釣り竿がなかったんで、これで魚を釣りましょう。釣ってみましょう。 OK。 小じゃ池の店に来ちゃいました。小じゃ池で一番こじゃれてる店、ビールを飲みます。いけてるね、すごい素晴らしい技を披露されてます。ピザもパスタも、うん、ごめん、もう食べちゃったんだけどね。大正解、大正解。ピザもね、うん、このチーズとこのバジルうまいし、うん、名前も忘れちゃったんですけど、うん、中カニなんですよ。そう、カニフレークがね、カニがもうパンパンに入ってて、うんうん、うまい、うまいね。クラフトビールとかあったんだけど、パタゴニアの方で作られてるクラフトビール の、 あの飲み比べもあって、はい、結構チリはあのクラフトビールを作ってる会社がイケイケですね。イケイケ、まさか変わってるアウストラルでこんなイケイケな場所に来ると思ってない。確かに、いきなりね、田舎の中から出てきた、ね、もうすごい大繁盛。ここ最近はずっと大自然の中をバンライフしていたので、人混みやレストラン、お店を新鮮に感じました。小屋池に一泊してから次の目的地に向かうのですが、この時後々後悔する重大な問題を犯していることに気づいていませんでした。次回はヒッチハイカーと一緒にドライブしたり、絶景のセロカスティージョを目指します。